アジア、講義の東洋、現代的な意味での東洋の範囲の例。東洋とは西洋の対外念であり、差し示す範囲はその文脈や使われる国や地域によって異なる。歴史的には、ユーラシア大陸の西端と東端に数千年にわたる二つの文化圏が存在し、現代日本語では二つの文化圏を西洋と東洋という概念で表現する。一方、中国では、 歴史学の東西比較研究がテーマとなる場合、西洋と東洋という表現の代わりに西方と東方と表現する。東洋はトルコから東のアジア全域を指す場合もあれば、イスラム社会である中東を除いた東南アジアから極東を漠然と指す場合もある。これらの概念は近東、中東、極東という言葉にも表れている。競技では東、アジアのみを指す場合もある。 宗教的な見地からは、東洋を仏教、ヒンドゥー教地域と定義し、アブラハムの宗教化した地域と対比させることもある。ここでは、インドネシアやフィリピンなどの位置づけが問題になる。三海予知禅図小東洋、小西広大東洋、大西洋の記述が見られる。今夜万国禅図は、詳しい中国語の地図で、かなが振られている。十七世紀の中国には、 東洋列国、西洋列国という表現が存在した。しかし、単に東洋と西洋という場合は海域を東西に分けた、故障に過ぎない。坪井久美蔵や高久は小牧基地の研究によると、東洋や西洋の表現はもともと中国人の考えた四海の一つである南海の航路及びその航路上に存在する諸国を、泉州あるいは甲州を通過する。 南北四五線によって分けたものである。14世紀半ばの中国の文献には、ブルネイ島を東洋、インドシナ半島からインドへかけてを西洋と記述していた。朝商は1616 16年の東西洋項で、文来即バーラ国、東洋人所、西洋所時期なりと記し、バーラ国つまり、ブルネイで東洋は終わり、そこから西洋が始まるとする。 1602年のイタリア人のイエズス会誌、マテオリッチの世界地図、今ン,ンコ国全図は、世界の地理名称をすべて漢語に翻訳したものであるが、この地図では、日本の東北沖とカムチャッカ半島の南沖に、小東洋という記述があり、カリフォルニア沖に、大東洋という記述がある。現代中国では、東洋は、東、アジアを意味する場合もあるが、主に、日本を指す。 マテオリッチの世界地図、コバンコ国全図は17世紀初めに日本に伝来し、このコバンコ国全図を参考に日本国内でも多くの世界地図が作成された。しかし、日本で作成された世界地図では海域を示す東洋、西洋が抜け落ちており、日本では17世紀末まで東洋や西洋のように世界地図の海域に名前を付けるというものの、 考え方は生まれなかったと言われる。1698年頃に書かれた渋川春海の世界図では、北、太平洋に小東洋、アメリカ大陸の東の海上に大東洋と記されており、これ以後は東洋や西洋の海域故障が多くの世界地図で使われ始めた。幕末になるとパシフィックオーシャンとアトランチックオーシャンという英語表現が幕末に 日本に入ってきた。もともと海域を示す言葉だった東洋と西洋だが、大東洋や小東洋という故称は、幕末以降には世界地図の上から消滅した。江戸時代には海域の故称を除いて、東洋はほとんど用いられなかったのに対し、西洋はヨーロッパの地理や文化を紹介する出版物で実体概念として用いられていた。1715年のあ 明治以降、東洋、西洋という大概念は、海域ではなく、陸域を示す言葉にも転用されるようになり、さらに、東洋の概念は、江戸時代にはあった海域の故障とは異なる、文化的な実体概念としての、西洋の補完概念として生まれたと言われる。また、明治維新後は、脱は、欧米化の動き中で、欧州支店のアジアオリエントの概念が導入され、 オリエントの訳けに東洋が当てられ、西洋の大義語としてアジア全域を示すようになった。1894年には中道代が中東学校の外国史を西洋史と東洋史に分けて教授することを提唱するなど、日本における歴史研究では東洋史、西洋史、国史の3分野に分けるシステムが用いられるようになった。欧米では、 東西の世界にそれぞれオリエントトークシデントの表現を用いることがある。オリエントトークシデントはヨーロッパで東洋と西洋は日本で形成され、本来は全く関係ない独立した思考概念であるが、東洋はオリエントに相当することして捉えられている。なお、オリエンタリズムはヨーロッパが東洋への探求心としての意味もあるが、構造主義を観点に説明すると、 当時帝国主義のもと植民地政策をしていたヨーロッパを中心に部別的、差別的な表現としての東洋の意味がある。ありがとうございます。